帯広メイン10レースは帯広商工会議所賞第8回ドリームエイジカップ10頭飛び出しました。<laughs> 各馬が第一障害に向かいます。さあ、マラ10頭1段。7番の白体法がわずかに先行して1障害下りました。全馬第一障害1段で下っています。7番の白体法内は2番の木更津区連覇がかかります。 その外に三番のコシハウ子カイまだ各場刻みません。四番の風神大伝、内一番の北勝ディープ、そして五番の藤大ビクトリーです。外はニュータカラコマ、十番桜流、そして八番の戦国エース。十頭以前一覧です。前場一、二障害、中間付近すぎて、外すっと桜流が上がって、今に障害。手前に来ました。前半四十六秒で来ています。 さあ番盟ポイント第2章会に各馬集まりました10番の桜龍が行くそして富士大ビクトリー6番金メダルあとは白帯放外、上がってきた10番の桜龍か。 富士大,大と桜龍その後7番の白大砲そしてニュー宝駒その後ろ8番の戦国エース内3番、甲子半の前固まっていますさあ前1段からじわりじわりと8番の戦国エースが上がってきたか外は9番のニュー宝駒内5番の富士ビクトリー残り20高レースさあじわっと戦国エースが出るか外はニュー宝駒5番の富士ビクトリー3頭残り10を切りました体半分前に出た8番の 戦国エース1着、藤大2着そして9番のニュー宝駒3着その後、と甲子園桜龍、佐賀く続いています最後、3投競り合い8番の戦国エースが抜けました駒を相手に戦国エース、重勝を勝ちました。